お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今日はですね、お家でまた撮影なんですけど、ずっとねエッチニアのキッチンでデカ盛りを作ってきてたんですけど、久しぶりにお家でやってみようかなと思ってて、一般的なキッチンなんですよ、ちょっと広めのね。でそこにこう私の作るデカ盛りの皿などを置くと、どのような感じでこうキッチンが占拠されるのかってあんまりみんな見たことないと思うんですけど、それをちょっと今日は見ていただこうかなと思います。で私がスパイスで作るカレーにハマってるんですけど、カレー粉で簡単にできないかなと思って、小麦粉を使わずにね、豆乳と SB の赤缶で作る夏野菜のカレーと、あと私はやっぱりオムライスが好きなので、今日はオムカレーを作って食べてみたいなと思います。それでは早速作っていきましょう。見てね。我がキッチンへようこそようやくある程度片付いたのでね、みんなにお見せすることができるよという感じなんですが、いつも使ってるお腹が空いたらモンスターのお皿はこれぐらいのサイズです。はい、皆さんのお家にある皿と比べてみてください。キッチンのねシンクをだいぶ占拠するんですけどね、このお皿にドーンと今日は作っていきたいと思います。危ないの、落ちそうだからちょっとシンクに入れておきますね。今からバターライスを作っていきます。ちょっとこうなってる、普通の姿勢でやるとねここまで入ってなんだよね。いい匂い、音がある。だからさ、換気扇をつけてないんだけど大丈夫かしら。止めたらつけよう。中火でしんなりするくらいまでいきます。最初にね油を入れるのはね、バターが焦げないようにするためです。そしたら昆布だしを入れます。塩、追加します。弱めの火をつけてお米に油を吸わせていきます。軽く炒めて全体がねちょっと透明になってくれば OK です。こんな感じでお米に全部油が回ったら OK です。はい、あとは炊飯器で炊いていきます。カレーいきます。どうした、盛り付けます。
はい、ということで、できましたうーん、特大です。それでは、早速、いただきます。イエーイ。チーズー。おぉ、めちゃ伸びる。うん。うん。これは最高だね。モッツァレラのシュレッドチーズやっぱすごいな、全然切れないわ、すすりたくなっちゃうね。うん、おいしい。ほら、どうだった？チーズがとても食べにくいです。うん、うん、この豆乳のカレーね、加熱してすぐは結構サラサラなんですけど、時間が経つとね、トロトロになってくるので、ちょうどいい感じにご飯と絡むようになるんですよね。うん、今回甘いお野菜を入れなかったので、蜂蜜でね、甘さを足したんですけど、かぼちゃとか人参とか入れると蜂蜜はあんまなくてもいいかもしれないですね。うん、ナスが美味しい。うん、バターライスも香りがめちゃくちゃよく仕上がってて、パラッパラで美味しい。うん、どうでした？今日は、ね、普通のキッチンにこう、このでかい皿が置かれている様子は、広いキッチンのあるね、お家に引っ越してきたからね、本当に昔一人暮らししてた時のさ、家なんかじゃ多分このお皿すら洗えないですもん、だってうん、今日入れたお肉がね、豚と牛の合いびき肉だったから、ちょっとくすんだ色になってるんですけど、これ鶏肉だともうちょっとなんかね、鮮やかな、こう可愛いミルキーな色になります。うん、よし、ちょっと待ってて。そりゃそうだよ、一回で乗せきれないでしょ、あのカレーはね。復活よ。うん。
美味しい。今日のカレーはね、前もなんかで紹介したのかな、エリックサウスの稲田さんっていうカレーのね、超一流のシェフの方が出してらっしゃる本で、すっごく簡単にスパイスカレーが作れる本があるんですよ。これで、この本がね、すごい本当にめっちゃ簡単にスパイスカレーが作れるレシピが載ってて、ただちょっとめんどくさいのが、スパイスを揃えちゃえば手順はむちゃくちゃ簡単なんだけど、スパイスを揃えるのがめんどくせえなってなる人もいるだろうと思って、稲田さんのレシピをちょっと参考にしまして、私の好きな味付けでね、アレンジして作ったレシピのカレーが今日の夏野菜カレーです。普通のスーパーでも手に入りそうなもので、ちょっとエスニック感もありつつ、なんかちょっと懐かしい感じもありつつみたいなカレーを目指して作りました。うん、まあでも旨味の出る食材を入れるとね、美味しくなると思います。お肉類とか魚でもいいしね、ちょっとキノコとかね、しめじはやっぱね旨味が強いからね、入れるのはおすすめ。今回モッツァレラのシュレッドチーズを使ったけど、とろけて伸びるあの四角いチーズみたいなやつでもいいと思う。うはい、完食しました。ごちそうさまでした。今日はこちら、アクアソーダレモネード。綺麗な水色、レモニカ監修なんですね、レモネードの。私レモニカ飲んだことないけど、綺麗な色です。乾杯。うん、味はレモネードですね。炭酸がそんなに強くないかも。甘さが結構しっかり、蜂蜜レモンみたいな。ということで今日はお家でデカ盛りを作ってみましたが、私の作るデカ盛りってある程度家にある食器とか道具とかを使って作るので、そんなにあのお家でも作りにくいことはないんですけど、やっぱりこうキッチンをね占拠する面積がすごいなっていうのを改めて感じました。最初に一人前のカレーをね、山口くん用のお昼ご飯のカレーを盛り付けたと思うんですけど、あれがだいたい人間の大きさになりまして、その後に盛り付けてたのがモンスターサイズになりますという感じで、みんなとのご飯のサイズとのどれだけ違うかっていうのを体験してもらえたかなと思いましたが、今日の動画の感じはどうだったでしょうかというご感想もまたぜひお待ちしております。それではお腹が空いたらモンスター、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thank you.